第205回国会は本日召集されました。これより会議を開きます。日程第一、議席の指定。議長は本院規則第14条の規定により皆さんの議席をただいまの仮議席の通りに指定いたします。元本院議長江田さつきさんは去る7月28日逝去されました。誠に痛惜の極みであり哀悼の念に耐えません。つきましてはこの際異議をもって元本院議長江田さつきさんに対し弔詞を捧げることにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。弔詞を朗読いたします。参議院は我が国民主政治発展のため力を尽くされ、先に参議院議長として県政の発揚に努め、特に院議をもって永年の功労を表彰せられ、また国務大臣としての重任に当たられました元議員ジュニー桐花第一受賞江田さつき君の挑戦に対し慎んで哀悼の意を表し、うやうやしく弔詞を捧げます。この際特別委員会の設置についてお諮りいたします。災害に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員20名からなる災害対策特別委員会を、沖縄及び北方問題に関する対策樹立に資するため委員20名からなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会を、政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のため委員35名からなる政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を、北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため、委員20名からなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を、政府開発援助をはじめとする国際援助、協力に関する諸問題を調査するため、委員30名からなる政府開発援助等に関する特別委員会を、地方創生並びに消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため、委員25名からなる地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を、また、東日本大震災からの復興にあたり、その総合的な対策樹立に資するため、委員40名からなる東日本大震災復興特別委員会を、それぞれ設置いたしたいと存じます。まず、災害対策特別委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、政府開発援助等に関する特別委員会、並びに東日本大震災復興特別委員会を設置することについて採決をいたします。以上の6特別委員会を設置することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって災害対策特別委員会ほか5特別委員会を設置することに決しました。次に地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を設置することについて採決をいたします。本特別委員会を設置することに賛成の皆さんの起立を求めます。
過半数と認めます。よって本特別委員会を設置することに決しました。本院規則第30条の規定により、議長は議席に配布いたしました指名票の通り、特別委員を指名いたします。この際、お諮りいたします。清水貴之さんから、情報監視審査会委員を辞任いたしたいとの申し出がございました。これを許可することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって許可することに決しました。この際、欠員となりました情報監視審査会委員1名の選任を行います。情報監視審査会委員の選任は、参議院情報監視審査会規定第6条の規定により、議員の議決によることとなっております。情報監視審査会委員に牧山ひろえさんを選任することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって選任することに決しました。これにて休憩いたします。